はい、こんにちは。トレ3月の原です。本日も動画の方を撮っていきたいと思うんですけど、ちょっと今日は趣向を変えて、僕が、この動画のチャンネルでは、ギャラリーアトリエ3月というギャラリーを運営している、僕がね、画家とか作家とかもしながらギャラリーを運営しつつの、作家目線とギャラリー目線の2つの、ね、視点で、思ったこと、感じたこととかを、共有していきたいなと思って動画を作ってるんですけど、今回は、その、ね、ギャラリーで展示する際のね、お役立ちアイテムというか、これ知っといたら、すごく展示楽ですよっていうものをね、紹介しておこうかなと思います。まあ、この動画を撮って、そのうちでね、展示してくれる方が、まあ、展示のノウハウとかね、やり方をね、少しでも、簡単にできればいいなと思うし、まあ、他の、ギャラリーさんとかでもね、多分応用できると思うんで、全然、そういうのをね、参考にしてもらえたらなと思いました。まあ、言うて、そんなね、そこまでこう、高尚な美術とか、ファインアートみたいな感じではなくて、まあ、僕がね、現場で、そのギャラリーでね、養ったノウハウというか、まあ、まあ、簡単に、こんな感じでできるよっていう感じの動画なんで、まあ、ちょっと気軽な感じでね、見てもらったらいいなと思います。はい。まあ、いろいろあるんですけど、まずね、これがあれば、すごく便利ですよっていう、アイテムか。これですね。まずこちらです。ひっつき虫ですね。これ意外と知ってる人も、少ないかな。知ってる人があんまりいないんじゃないかなと思います。ひっつき虫っていう、これね、コクヨさんから出てる、これは、商品なんですけど、まあ、これ自体はね、ロフトっていうか、まあ、文房具屋さん行ったら結構売ってるんで、見てください。コクヨさんからね、ひっつき虫っていう商品名で出てるんですけど、まあ、コクヨさん以外の文具メーカーからもね、いろんな種類の、こういう商品が出てます。まあ、どういったものかっていうと、あってますね。まあ、こんな感じであるんですけど、これがね、一個一個はこう、粘土みたいな感じになっていて、まあ、こんな感じですね。取れるんですけど、こう粘土みたいになるんですね。で、こうどういうか使い方をするかっていうと、まあ、とりあえず、フライヤー、ね、うちのアトリエ3月が、今年2020年から開催するこちらフライヤー、青浅アンデパン団店、ぜひ来てくださいね。1月の10日からなんですけど、はい、宣伝はさておいて、まあ、こういうフライヤーをね、貼る際、これはもう展示というか、どっちかって言ったら、家とかね、使っていただけるかなと思うんですけど、まずさっきの、練り消しみたいなね、ひっつき虫をこう丸めて、これ丸めてね、ちっちゃくもうこれぐらいでいいんですけど、わかりますかね、ここに、1、2、3、4つと。で、こういうふうに、ひっつき虫をつけて、で、これね、この壁に、こうやってつけるだけで、はい、もう簡単にくっつきますね。はい。これがね、ひっつき虫っていう、超便利なものなんですけど、ぜひね、使ったことのない方は、これはね、作品に限らずっていうか、まあ、チラシとかにね、使ってもらえたらいいなと思うんですけど、こうやってね、実際、ドローイングをこうやってひっつき虫で、展示する場合もあるんですね。あるんですが、ちょっとだけね、注意が必要で、このひっつき虫っていう商品自体には、ちょっとね、油分が入ってるんですね。油がちょっと入ってるんで、簡単なドローイングを、まあ、2週間とか、1ヶ月ぐらい、1ヶ月もちょっときついかな。1週間、2週間ぐらいだったら、全然、僕のとこでもね、そういうドローイング展示をしたことがあるんですけど、あんまりこう、作品には支障は来たさないんですが、2週間以上の長期に、にわたると、ちょっとね、作品の紙にね、跡が残ったりするんで、ちょっとね、そこは気をつけてほしいなっていう感じなんですね。はい。まあ、ただまあ、1週間、2週間の展示であれば、ドローイングであれば、問題ないかなと思うんで、まあ、ぜひ使ってみたらいいかなと思います。はい。ですね。はい、今これ、じゃあちょっと、まあ、これはもう僕が買わせていただいたやつで、これ、坂本芽吹さんっていう作家さんのね、ドローイング作品なんですけど、はい、ちょっと今名前変えてるみたいですけどね。まあ、それは置いといて。まあ、こういうふうにね、後ろにピッピッてこう、ひっつき虫貼ってもらって、まあ、開けてもらったらね、こうやって展示ができます。はい。まあ、ただ何回も言いますけど、これ、長期の展示には向いてないです。ここに、ちょっとね、ひっつき虫貼ってるところにちょっとね、シミができてしまうことがあるので、気をつけてください。1週間、2週間、2週間やったら、全然僕の経験では大丈夫なんですけど、例えば、購入して、これをすると1年ぐらい、このまま貼ってたりすると、ちょっと跡が残ってきますんで、それ気をつけてくださいって感じですね。はい。
で、まずね、こういうペラ紙のドローイングとかをね、展示する際に、すごく便利な、商品を、ピックアップしようと思うんですけど、続いてですが、続いては、僕が書いてるノートの方に、リンクを貼っとくんで、それを見てください。続いてはこちらですね、ピンクリップ。ピンクリップですね。はい。こちらの商品の説明です。まあ、これ何に使うかっていう感じなんですけど、これね、あんまり店頭に置いてないので、通販とかでね、買われるのが一番いいかなと思うんですけど、中身はね、こんな感じです。こうやってね、こんな感じでこうクリップがついてるんですね。で、こっちはこう、針状になってるんですけど、これをね、作品をどうやって展示するかっていうと、まあ、この状態のやつをね、ちょっとググッとこう、曲げてもらって、見えるかな、こんな感じで曲げてもらって。まあ、こう、ペラ紙の場合は、これが、まあ、上下で4本あればいいかなと思うんですけど、まあ、じゃあ、これでやってみますね。これ、一応、まあ、一番展示の際にね、一番すごい簡単な方法としては、いっぺん、ひっつき虫でね、こうやって当たりをつけといて、その上でね、このピンクリップとかで、本番というか、はい、するのが一番いいかなと思います。ちょっとこのピンクリップに関しては、ちょっとコツがいるんですね。なんで木の壁とかにはちょっと向いてないかもしれないです。差し込めないんですよね、針が。石膏ボードの壁とかの展示の時に向いてる感じですね。ちょっとコツがいるんで、最初は少し難しいかもしれないんですけど、で、一遍当たりをつけといて、一遍外しますね。で、ひっつき虫を一遍取ってから、このクリップに挟みます。こんな感じかな。まあ、こうすることでね、すごく、まあ、ひっつき虫でもいいんですけど、まあ、やっぱりこう、ね、紙がね、ちょっと傷んだりすることがあるんで、こういうピンクリップで、ペラ紙の場合はね、展示するのが、まあ、いいかなと思います。はい、これがピンクリップですね。これはヨドバシカメラとかに売ってるみたいなんですが、あんまりね、そこまで一般的ではないんで、これですね、はい、こんな感じの商品なんですけど、僕がやって持ってるのは三ツ矢かな、三ツ矢のピンクリップですね。はい、割と1300円、結構するんでね、はい、まあ、100本入ってるんで割と持つと思います。はい、これはピンクリップでした。はい、で、続いて、まあ、このピンクリップも、まあ、こういう感じでね、綺麗に見せれますと。はい、あともう一個ね、ペラ紙の際に、すごくね、展示が綺麗に見せれるやつが、はい、これですね。はい、こちらの、画鋲とマグネットですね。はい、これを使ってペラ紙のドローイング作品とかね、すごく綺麗に、展示することができます。はい、ただこれもちょっとね、マグネットをね、直接紙に当てることになるんで、あんまり繊細な作品には向いてないです。まあ、それ言うたらね、これもそうなんですけど、まずまあどうするかっていうと、まずこれピンクリップをちょっと外しますね。まずさっきと同じように、まずじゃあ当たりをつけましょうか。この作品をここら辺に飾るっていう前提で、まずね、画鋲を、この、ね、よくある画鋲ですね、小学校の時に靴上履きの中にいじめられる方とかね、やらされたと思うんですけど、まあ、この画鋲をこの両端の紙の上にね、紙の下にね、かまします。あ、ちょっとこんな感じで、ね、画鋲をかましといて、でその上にね、この画鋲は100円均一とかで割と売ってるので、見てくださいっていう感じなんですけど、よいしょ。こんな感じですね。はい、まあ、こんな感じで、はい、すごくね、綺麗に展示することができます。まあ、ただこのマグネットで、ね、この紙に
直なんで、ちょっとその紙の保存状態とか気になる方にはあんまりお勧めはしません。だからまあピンクリップが一番いい、まあ本当に気になる方はね、もう額装してくださいって感じなんですけど、そのまあそもそも額装するのにねすごくお金がかかってしまうんで、こういうペラ紙のねドローイングをねいっぱい展示したいっていう方は、さっきのピンクリップとかこういう、まあ、ムカビオとマグネットっていう組み合わせが一番、楽かなと思います。はいはい、そんな感じですかね。はい、で、ちょっと今回はちょっと長くなるので、2回に分けて、このね展示の仕方っていうのを解説していこうと思います。はい、ので今回のこの動画に関してはペラ紙のドローイングですね、こういう、ペラペラね紙1枚のこういうドローイング、はい、まあ、これを展示するのにいかにこうまあ、楽ちんにというか、うまいことね展示ができるかっていうの、紹介の動画でした。はい、こちらの、ね、僕が書いてるノートっていうブログの方にね細かく詳細載せておくんで、まあ、参考程度にしてください。はい、今日はこの辺で失礼します。バイバイ。